はいどうもリアルバッキョウです。今回はですね、かっこいい大胸筋を作る大胸筋上部のトレーニング、これを紹介していきたいと思います。ちなみに僕は大胸筋のトレーニングは上と下、上部と中部兜2箇所に分けてトレーニングしています。その中の大胸筋上部厚みを作るためのトレーニングを今回紹介していきますね。まず最初の種目はですね、予備疲労法を狙ってダンベルフライ、ストレッチ種目からスタートです。これは片方32キロのダンベルで、まあ、しっかりと大胸筋をストレッチさせることを意識して行っています。これをですね、だいたい10回2セット、なるべくこの10回2セットで全ての力を出し切るような形で行っています。そして、まあ、2セット終わったらですね、このような形で大胸筋をしっかりと収縮させて10秒間キープします。これはインターバル中に行う感じですね。そうすることで大胸筋に血流が集中してより効きやすくなるということです。そしてこの日はちなみに高重量を扱う日ではないので、片方36キロのダンベルで行っています。まあ、しっかりですね、これは動作範囲としてはどちらかというと大胸筋の収縮を狙っているので、あまり深く下ろしすぎずに、まあ、常に下ろした時も上げた時も大胸筋に負荷がかかっているような形で行っていますね。だからゆっくり下ろして力強く上げる、上げたトップでも大胸筋が収縮しているという感じです。これを3セットほど行います。そしてですね、インターバル中はやはり同じ、しっかり大胸筋を収縮させて10秒キープします。これでですね、より乳酸疲労物質を大胸筋に溜め込むわけですね。はい、そしてここからスクイーズプレス、胸のね、谷間を作るためのトレーニングです。これはですね、ダンベル同士を強く押し当てて、そしてですね、胸の上から押し上げて顔の前に来るような形でこういう軌道で上げていきます。これはですね、ちなみにあまり回数は決めずに、あの限界までこれを3セット行うようにしています。これは最終セットですね。胸についてしまうと力が抜けてしまうので、なるべくつけないような形で行います。で、疲れたらこのように一度胸の上に置いて数秒休んだらもう一度、これがね、上がらなくなるまでやるんですよ。そして限界まで大胸筋上部鎖骨周りを追い込んでいくという感じですね。まあ、こういう形でですね、常にポーズをとって、まあ結構パンプした大胸筋を見るとテンションも上がるから、なんかいい感じになりますね。そしてケーブルフライです。これはまあ下から上にケーブルを引っ張ることによって、まあ、これもやっぱり鎖骨周りの大胸筋上部に刺激を入れることができますね。これはケーブルの種目なので、どちらかというとやっぱり収縮を狙っていきます。でもしっかり下ろすときに大胸筋をストレッチさせて、で強く収縮させてトップで1秒ほど、まあ、静止したい感じですね。それで15回終わったらここからプッシュアップですね。すぐにです。これは限界まで行います。これもやっぱり台の上に足を乗せて大胸筋上部を狙っていきます。まあ、こういう形でこれを3セット行って、やっぱりここでもしっかりポーズを取ります。そうすることでね、やっぱりテンションも上がりますよ。ということで今回は大胸筋上部のトレーニングでした。ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。標的をこの僕の方へ向けているから、生きるため走り出す。